温泉もあって美味しいご飯も食べれる秋のお出かけにぴったりな奈良の葛城高原に行ってきました。駐車場に車を止めて葛城山ロープウェイで上まで上がります。往復1500円で約6分ほど。ロープウェイのスピードが思ったより結構速くてアトラクションみたいだった。あの日はまだちらほらと紅葉が見れるくらいだったけど、今とかかなり綺麗そう。葛城山の標高は959メートル。風の強い日だと台風かってくらい荒れてました。お目当ての葛城高原ロッジはロープウェイから約15分ほど歩く。道は綺麗に舗装されているけど山なので歩きやすい靴で行かないとオワコンになります。その階段滑りやすいから気をつけて。葛城高原ロッジは宿泊もできるし温泉もあって美味しいご飯も食べれる。私はカモちゃんが大好きなのでランチにカモ丼を選んだ。カモ丼越しに見えるススキの高原綺麗だな。雨だけど葛城高原ロッジ秘伝の方法で付けられた地元のカモ。すごい雨と風の中をロープウェイからまあまあ険しい道を乗り越えてきたので美味しい。うまいもの粘り気すごい。卵も地元の美人卵が使用されていて、葛城高原ロッジのこだわりが見えますな。お吸い物と漬物もついてた。食堂では山の湧き水も飲める。この日は何事かというぐらい風が吹いていて台風みたいな高原だったけど、強風に負けじとバラバラなびくススキもまたおつ。ススキの草原の中でこんな素敵な写真も撮れました。ビルがたくさんの都会も魅力的だけど、田舎育ちの私はやっぱり自然が好きだな。ということで次は天気がいい日に葛城高原行きたい。